皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。本日の動画はなんとグッドモーニングアメリカの単身さんにお越しいただいております。サビチファイヤーってなよ。このコラボ結構視聴者の皆さんびっくりしてると思います。本当ですか。単身です、はじめまして。でも今日は僕が滝沢さんのチャンネルにお邪魔してるんで、初めて見る方多分たくさんいると思うんですけれども、グッドモーニングアメリカというバンドで僕はベースを弾いているタナシンというもので、もともと八王子で活動してるバンドなんですよ。でここ相模原じゃないですか、ということもあるし、今日これ判明したんですけど同い年だったんです実は。そう58年前35歳。ということでもうめちゃめちゃ親近感もありつつ、はい、初対面とは思えない楽しさを今早速出しているんですけど、はい、こちらこそです、こちらこそです。でさっき実は一本タナシンのチャンネルの用の動画を撮らせていただいておりまして、はい、そこで私ベーシストなんですけど、ちょっと今日はギターを教わるという、はい、いう動画がちょっとあるので、それ絶対見てください皆さん、はい、お願いします。そうです、概要欄の方に URL 貼っておきますので、ぜひタナシンさんのチャンネルもチャンネル登録して動画をチェックしてくださいませ。はい、はい、ということでじゃあもう滝沢さんのチャンネルで、はい、はい、何をしようかということなんですけど、そうですね、はい、僕のチャンネルの動画見てくださってる方やっぱりギタリストがすごく多くて、うん、でなおかつやっぱそのシンガーソングライターとか作家さんとかね、そういう音楽をなりわいとしたいけれどもまだこううまくできずにこの頑張ってるっていう方も何気に結構多いと思うんですよ。趣味でギター弾いてますっていう方もすごく多いと思います。でもそうではなくて実際にプロで活躍してる人もいれば、プロになりたくて悩んでる人もいる、そんな気がするんですが、はい、これは確かに永遠のテーマですよね。そうですね、まあ、僕もまだ、ね、頑張ってるとこなんですけれども、うん、ではまあグッドモーニングアメリカというね、もう超大物バンドで、武道館経験者はすごいっすよ。武道館では武道館はすごい過去の話だけどな。でもそこまで行けたってことですからね。そうですね、なのでその自分、まあ内容というか、うん、もうこれあくまで自分のケースなんです自分が体感したことの中で何かヒントになるようなことはもしかしたら話せる可能性もあるかもしれないです、うん、なのでまあタナシンさんからですね、その音楽を志している方へ向けて、まあ、メッセージといいますか、なんかこう大事にした方がいいものとか、なんかこう思いとかがもしあればなんかお話をお伺いできればなと思うんですけれども。うん、そうなんですよ、うん、でこれ本当に十人十色の夢の追い方というか、目標も十人十色だと思いますし、うんうん、その目標への向かい方っていうのもその十人十色だと思うんですよ。うんうん、なので一概にこうだってことはちょっと言いづらいんですけども、うん、僕去年、YouTube のチャンネル開設して、はい、で1年間いろんなミュージシャンの方ゲストに呼ばせてもらったりとか、でいろんな企画やらせてもらってる中で、そのいろんなミュージシャンとお話しする機会もあったんですよ、はい、で、まあ、もちろんプロの方も多くて、うんうん、で皆さんがやっぱり音楽活動されてる中で、うん、その大切にしていることとか大切にしているものみたいなのって、まあ、これも一つ違うんですけど、やっぱ何か共通するものっていうものがあるんじゃないかなっていうふうに思って、うん、タナシンさんが今までコラボしてきたミュージシャンの方々に共通する何かがあると。そうで自分も含めてそれを今日は何かお伝えできたら皆さんの音楽活動のヒントになるんじゃないかなって思って、うん、今日は来たんですけれど、なんて言えばいいんだろうな、去年、うん、僕がチャンネル来ていただいた先輩の一人なんですけど、うん、元ミッシェルガン・エレファントっていうバンドをやってる、今はハイエータスっていうバンドだったりとか、まあ、自分の活動されてるベーシストの上野浩二さんという先輩のベーシストが僕のチャンネル来てくれて、上野さんのベースってもうずっと同じスタイルみたいなイメージがあって、うん、上野さんといえばこの音みたいな、うんうん、持ってる方なんです。それってすごくかっこいいじゃないですか、うんうん、自分の音、自分の音みたいな。でそんな上野さんに聞いてみたんですよ。でそれ何で音楽やってるんですかみたいなことしたら、もう超シンプルで、お前最初にやっぱやりたいかっこいいなって思ったことをね、今でもやってるだけなんだよねって言ってたんです。おおでも俺そこに答えがあるなと思って、はい、最初かっこいいと思ったのを続けてる、うん、今でもやってるんだよって言ってたんですよ、うん。で、それってすごい確かにそりゃそうだなって思うんですけど、超難しくないですか、それってやっぱハイスター世代、ハイスターのライブの動画を見て、なんかバンドやってみたいなとか、うん、こういう風なステージで自分がライブできたらいいなっていうところが僕はきっかけだったんですけど、うん、逆に武田さんはなんか覚えてます？最初のギター触った時のきっかけとか。
僕も単純にチェッカーズがすごい好きだったんで、なぜか、チェッカーズの曲を弾きたいという感じでギターを始めた。渋めですね。でもやっぱその最初になんかやりたいっていう思いがあったわけじゃないですか。そうですね、ギター弾いてみたいなというか、うん、弾きたいなっていうのは思いましたね。そうなんですよ、で、うん、そこがミソというか、例えば彼女がいたり奥さんがいたり好きな人がいたりっていう例えになってるんですけど、最初もめっちゃ好きじゃないですか、うん、でも例えば結婚して10年みたいな方がいたりとか、付き合って1年みたいな方がいると、どうしても慣れてきちゃうというか、まあ、それでちょっと落ち着いちゃうというか、なんかダメージをムカついちゃったりとか、ギラッとしちゃったりとか、うん、まあ、そうぶつかる時もぶつかる時もあるし、でもそもそもはやっぱすごい最初好きだったみたいな、うん、っていう気持ちさえあればきっとずっと仲良くいられる夫婦になったりとかカップになれたりっていうことあると思うんですよ。はい、うんうん、そう、まあ、みたいなのにすごい近くて、音楽活動も最初の その時のっていうのを持ち続けられるなんであれば、ずっと楽しいはずなんですよ。でそれはお金があろうとなかろうと、有名であろうとなかろうと、なるほど、そっが極論の答えだなって僕は思いました。なるほど、その最初楽器を始めた時のその楽しい気持ちとかの嬉しい気持ちとか、そういうのを持ち続ければってことなんですよね。ただ難しいですよ。なるほど、確かにそれは難しいかもしれない。でも確かに持ってるかどうかって言われたらあるかもしれないですね。あるはず、今見てる方全員あるはずなんですよ、もう大小大小問わず、何かじゃないとこのチャンネル絶対今見てない。この動画見てるってことは、このチャンネルを登録してるってことは、もうギターが好きなはずだし、ギターを弾いてるはずだし、楽しんでるはずだと思う。そもそもあれ、確かに言われてみたらなんかある、なんだろうって思う方がいると思います、うん、なんで私ギターやりたいと思ったんだっけとか、タナシンのファンだとしたら、なんでタナシンのことファンだったんだろうとか、なんでいろんなギタリストという中で武田さんが好きになったんだろうとか、やっぱそういうのって意外と考えてみないと分かんなかったりするんですよ。そこをちょっと一歩考えてみるっていうのも大切なんじゃないかなっていうふうに思ってます。そうですね、その自分の好みとか基本的にもう無意識のうちに選んでますからね。なんでカレーが好きなのと、なんでラーメンが好きなの、普段はそれは考えない。だから、うん、自分がどんな人間なんだとか、何が好きなんだっていうことを探るのが一つ音楽を続けるヒントにもなるし、で、まあプロになるとか音楽でお金を稼いでいくっていう方向を目指すっていう、まあ今日は質問なんですけど、はい、続けていったら必ずその壁はぶち当たるんですよ、誰もが。でその時に大切になっていくのは、自分はそもそもなんで音楽を始めて、音楽をどういう風に商売していきたいのかとか、どういう風に表現してお金をいただきたいのかっていう風になってくるんです。その時に必ず必要になってくるのが、はい、自分は何が好きで、どんな人間で、どうしたいんだっていうところになると思います、うんうん、でも例えば10代の時に、君は何が、どんな音楽が好きなんだいとか、はい、君は音楽でどうなりたいんだって言われても、分かんないです分かんないですみたいな絶対なっちゃうし、ちょうど今ね、そこの狭間でいけるかどうかっていうところで頑張ってる方もいると思うし、はい、そう、でそういう方に向けて一個のヒントとして、音楽を続ける、で音楽で飯を食う、音楽でお金を稼ぐ、そのヒントとしては自分を知るとか、自分の好みを知るってことだと思うんですけど、うん、そもそも自分を知るためのヒントっていうのが、飛び出すってことだと思います。飛び出す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 飛び出した飛び出す飛び出す、そう、これがなかなかできないんですよ、うん、恐怖とかビビリなところとかが出てきちゃうんですよね。だからそもそも飛び出すって何かって話なんですけど、例えばですよ、ギターをやってみようっていうところからですよ、まずは。あ、俺なんかギターやってみたいな、でも私には無理だろうなって思って、まず楽器をやらないっていうパターンが、まず一番、まずそこが大きな壁ですよね、うん、皆さんも超えてますよ。まあそうですね、皆さん多分ギター弾いてると思うんで、それの前の方も今絶対いると思ってて、うんうん、やってみたいけどまだできないというか、やってないというか、そう、うん、でもそれって例えば私楽器弾けないだろうなって方も本当にいると思うし、うんうん、難しいだろうなとか、あと楽器高いしみたいな、うんうん、バイトするの大変だなとか、ああそうですね、そのやらないという選択肢をしてしまうというか、そうで、でもそこをバシッとこうやったことないことをやるっていう選択肢をするが飛び出す、うん、飛び出すその1、飛び出すその1、まさにそれ、はい、で今度じゃあギターを習っていきました、で、まあ、ある程度曲弾けるようになりました、うんうん、いやこれもしかしたら私ライブできちゃうかもしんない、おう、でも人前でやるのとか私無理だなって、そ
な人前で全然弾くなんてさ無理だよ、そんな聞かせるもんじゃないよとかっていう感じで引っ込み思案になるんではなく、飛び出す、ライブやってみようみたいな。ちょっとブッキング出ちゃおうブッキング出ちゃおうみたいな、八王子マッチボックスちょっとブッキング行っちゃおうみたいな、申し込んじゃおうみたいな、オープンマイク参加しちゃおうみたいな、そう、それ結構大きい壁だと思うんですよ。例えば佐野さん、例えば昔ちょっと昔の時代だったらデモテープ作ってメジャーのレベルに送ってみようみたいな、今の時代だったらマック買って録音して、はい、これ YouTube 上げちゃおうと、はい、Twitter 上げちゃおうみたいな、はい、うん、みたいなことですよ、うん、っていう風にどんどんあ、これはちょっと恥ずかしくできないなみたいなことをバーってやっていくっていう、これがまだステップ3ですよ。それはステップ100とか200くらいあるんですけど、まあ、そうですね、もう突き詰めていく、じゃあ次、じゃあ次、じゃあ次って、じゃあ次、じゃあ次ってなったら、あ、気づいたの、あ、武道館やらせてもらってたみたいな感じです。素晴らしい、はい、で、もっと言えばバンドなんていっぱいいるじゃないですか、世の中に。まあ、います、はい。だし、歌を歌って表現したい方もいっぱいいると思うし、うん、それが例えば日本語の歌であれ、外国の歌であれ、ヒップホップであれ、クラシックであれ、いろんなジャンルもあるし、表現の仕方も、まあ、多々ある中で、僕はバンドやってきて一個思うのは、うん、それぞれの役割ってのがあると思うんですよ。役割？うん、役割だったり、うん、もっと言えば意味合いだったりっていう、例えば、まあ、愛を歌う人もいれば、うん、政治的な怒りを歌うみたいな人もいて、うん、なんかそれって誰も邪魔できない、もうやっぱその人から出てくるものってあるんですよ。それはもう逆らえない、出てきちゃうもんなんで、はい、うん、そう、だからそれをなんか無理やり周りに合わせるのはナンセンスだなと思います。例えば、もともとは好きな人に愛の気持ちを歌いたいがためにギターを始めたいと思って始めた、もう それを伝えられたらもう目標達成なんですよ、うん、なのに欲を変えて、いや、楽しかったから分かった、東京ドームでできるように頑張ろうとってなってしまうと、それはちょっと無理があるじゃないですか、うん、身の丈を知るというか、うん、そういうのも同時に大切だと思います。なんか自分ができることできないことをちゃんとこう、それもそう、それも自分を知っていくと必ず分かることだと思います。自分を知るっていうことは飛び出していくってことだと思うんですけど、はい、やっぱいろんな人とこういうふうにやったりとか、いろんな人の前で演奏とか出してもらうと、なんとなく分かってくるんですよね、自分のことが。実家で暮らしてる時って、お母さんのご飯いただくじゃないですか、うん、当たり前のように食べてるけど、その時ありがたみってあんま分かんないじゃないですか、うんうんうん、でもその家を外出て自分でご飯食べたりとか、こう洗濯したりとかすると、うん、大変だなと、うんうん、こんな大変なことやってくれてたんだよ、で外に出ることで初めて知れることがあるというか、環境を抜け出す、飛び出す、違うことをしてみる、違う環境に行ってみる。僕はあれですね、その海外旅行すごく好きなんですよ。別に海外が好きって、あ、まあ、海外好きですけど、でもなんかそのトータルでその一番感じたいことは、そのやっぱ日本って最高だなってことをなんか感じちゃうんですよね。やっぱその海外って楽しかったですとか、違う文化で触れて楽しかったです、食べ物美味しかったです、で帰ってきた時の日本やっぱすげえなっていう感じ、飛び出したからこそ日本を知れたみたいなところがすごくあって、なんかそういうのをすごく好きなんですけども、なんかそれに近いものを感じますね。例えば海外に行く時も、まあ、人によってはすごく怖いことだと思うんですよ。まあそうですね、言葉喋らなかったらどうしようとか、テロとかあったらどうしようとか、そうですね、そう、でもそれって行きたいっていうのってやっぱ好奇心だったりとか、うんうん、なんか行ってみたいってワクワクが勝るわけじゃない。で、その外国の行き方も、もういろんな行き方があって、いきなり一人旅はちょっとハードル高いと、でも例えばツアーに行って、うん、まあ、ネタもすごいリーズナブルだし、うん、みんなで一緒に行けるし、ガイドさんもいてくれるし、安心だったら行きやすいみたいなことで、音楽も例えばこうレッスン来て自分の実力大丈夫かなって言ってもらうとかっていうのもできるし、はい、最近だったら YouTube そうですね、なんて勉強できるしみたいな、どんどんその飛び出すのにハードルが低くなってきてると思うんですよね、はい、きっと昔よりか飛び出しやすくなってるってことは、逆にもっと飛び出てる人もめっちゃ多いと思うんですよ、うんうん、だからこそ大切なのはそのスピード感っていうか、はい、思ったらもうすぐ行くそれがより大切だと思いますさらにでもそれはすごくわかりますね。僕も結構いろんな人に言っているんですけども、そのこれやると決めたらもうさっさとやると、それやるかどうか迷っている時間があったらね、もうさっさと2個のことできるから、もうやるとかやりたいなって思ったらもうすぐやると、でやらないんだったらもう悩むなってことはすごいよく言います。いや、田中さんもすごいめちゃめちゃすごいスピード感で今日いらっしゃいましたからね。ツイッターで、あ、会いたいと思った、今だと思ったんで、はい、リプしたらいただいたんで、はい、でも DM で電話番号送って、はい、もうすぐ電話して、そしてでこの日決めて、内容これです、行きます。はいって言ってます。でもまあこういう YouTuber みたいな人たちも本当皆さん本当フットワークめっちゃ軽いですからね、うん、なんか面白そうと思ったら本当もすぐ突っ込んじゃうみたいな感じで、いや
でもやっぱりその時代の変化とともにどんどんそういう時代になってきてると思うんで、うん、あのまあ本当無理せず今自分ができる範囲で自分の中のマックススピードをやればいいんじゃないかなと思います。例えば今週の日曜日とか自分はカレーライスが好きだから下北沢に美味しいカレー屋さんがあるかもしれない、新しい自分が食べたことないカレーを食べてみようとかでも全然 OK、うん、自分ができる範囲 の、 そのやってみたいワクワクみたいなことを実践するっていうのが大切だと思います。カレーが好きだからってじゃあインドに行こうじゃなくてじゃなくて、まあ、できるところからコツコツだね。そうなんですよ、でその中でやっぱあの最初の初心みたいなものをずっと持ち続けていれば、はい、ういういしくあのずっと音楽活動って続けられるんですよ絶対。でもその中でやっぱりどうしても結果が反映されないとちょっとモチベーションが下がったりとか、うん、このまま続けててもいいんだろうかなって思う瞬間があるっていうのをもう経験してるんで、まあ、そこに対するその、まあ、自分が体感してる中で言えることがあるとすれば、あの先日自分のチャンネルに亀田誠二さんが来てくださってて、その時また音楽を続けるとか自分のやりたいことを夢として実現するみたいな話をさせてもらってて、でその時にあの、やりたいことってディレイとなって形になるよねっていう話をさせてもらったんですよ。ディレイでその時にあ分かる分かるみたいな話をさせてもらってて、まあ、要はディレイっていう音をチャンって鳴らすとチャンチャンってちょっとタイムが遅れて音が届くっていう、そしてチャンチャンそうその感じで、音楽活動とかバンド活動、まあ、に限らず自分がやりたいとかやってみたいっていうイメージに向けて活動していくわけじゃないですか。例えばワンマンライブやってみたい、お客さん100人入れたい、それに向けてちょっと活動頑張ろう。でもそれってやっぱ思ってやりたいってすごい一生懸命やってる時から漏れなくディレイがのようにちょっと時間が経った後に形になったりするものですよ。でその感覚ってもっと言えばディレイとなって形になってる時の感覚は忘れてる時というか、自分が一生懸命こうなってみたいっていう風になってるのがちょうど忘れてる時くらいに叶うんですよ。ディレイ、まあ、もちろんそうじゃない時もあるんですけど、はい、そういう感覚の時が多いです。で例えば、はい、ここのお店去年からオープンされたっていう話だったじゃないですか。そうですね、それって5年前ぐらいってイメージしてました。あーっていう感じなんですね。ですね。だから例えばこのお店も今現実にあるじゃないですか。そうですよね。でもそれって多分例えばこの店を建てるために音楽活動するってわけではなかったはずですよ、はい、そうですこれもうドンピシャでそうなんですよね。あの多分9年前ぐらいです、その YouTube を始めたのがちょうど10年前ですけども、その頃から僕ちょっと実は言ってることがあって、うん、僕将来の夢がいくつかあるんですけども、その中にまず音楽っていうことと、あと小料理屋さんをやるっていう夢があったんですよ。で小料理屋さんに関しては多分ね年を取ってからでもいけるなと思ったんで、でも逆にその音楽に関しては体力的なこともあるから若いうちに多分音楽をやった方がいいと思って音楽を選択したんですよね。で、小料理屋さんに関しては60歳とかそのぐらいになってから やればいいやって思ってたんですけども、割と早い段階で、来たぞ、それに近いものはっていうのはちょっとありますね。そうですよね。その考えはディレイですね。そう、それも本当にディレイ感です。その時思ったら、あ、なんか小料理屋さんやりたい。でも、あ、気づいたら、あ、確かにここ小料理屋じゃんみたいな。そうですね。でもやってるわ、普通やってるわ、みたいな感覚なんだと思います、きっと。はい、それはすごくあれば実感しました。そう、そんな感じそんな感じ、そんな感じ、あ、気づいたら自分今それになってっていう、それが音楽を続けるってことですし、夢を叶えるってことですし、まあ、もしかしたら音楽で食っていくっていうことのヒントにつながるんじゃないかなと思ってお話させてもらいました。当てはまる当てはまる、なんかまるで占い師のようなドッキリがはぁーって言われてみればもちろんね、あのみんながみんなそう自分のやりたいことであの生活していくっていうペースを作れたらいいと思うんですけど、やっぱり現実社会というか、その気持ちと現実を釣り合わせていく作業が必要だとは思うんですけど、それってやっぱり自分でどうしようもないタイミングっていうこともやっぱあって、でもそれをその気を伺っていれば、あ、必ずっていうと言い過ぎですけど、そのタイミングは、来やすいと思います。これすごい実は長い目で見てました、70とか80で音楽だけでってなってもいいなと思ってたんです。結構でもグッドモーニングアメリカさんもね活動長いですよね。そうです、まあ、僕も本当に17歳、18歳、高校2年生、3年生の時に文化祭でライブやりたいっていうパッションがあって、でそれでバンド入って、それもずっと僕やってるだけなんで、そのメンバーと
バンドやるっていうのが楽しくて、あ、その時のメンバーもずっと、え、そうですそうです、え、マジっすか、はい、マジっすマジっすか、だからそれが楽しい、だからある意味ブレてないんですよ、もうその時の感覚が楽しくて、そのバンドやってるっていうのが楽しいからそれを続けたいがずっとやってたんだけど、え、すごっ本当に本当に、ちょキャリアとしてはもう17、18年くらいですか、おお、すげえ、だから言えるんですね、こういうことが、そうですね、なんかブレずに、長く続けるのが基本的に大事なことですけども、うん、なんか説得力ありますね。そういう意味ではですよ、そういう部分だけでは説得力、あの、まあ、説得力とか、まあ、経験したことは伝えられます。頑張ろう。形になってます。めちゃめちゃいい場所。とりあえず、まあ、初心を忘れずに、ドキドキワクワク感を大切にしながら、本当それ頑張って続けようぜと。はい。そう、あとごめんなさい、最後に挟んでやっていいですか。それってカップルとか奥さんの話、最初ドキドキあるけど、やっぱ日常の喧嘩とか、うんうん、誘惑とか紛れちゃうと忘れがちになっちゃうというか、でも一個伝えたいのは、その逆になりがちというか、あの最初のピュアな初期衝動って僕が言うんですけど、その最初の初期衝動みたいなところって忘れがちなんですよ、俺も自分にも生かしてるんですけど、うんうん、忘れっぽくなっちゃうし、あとその目的が例えばじゃあバンドで売れたいし、お金を稼ぎたいからっていう方向に行き過ぎると、絶対そういう部分って消えてなくなっちゃうんです。月が雲で隠れるように真っ暗になっちゃうというか、はい、でそうならないように心がけるためにこういうメッセージをちょっと言いたいっていうのもちょっとあります。音楽で食っていきたいっていうところだけ目標になっちゃうと、うん、無理だなとか、なんかこんないつまで続けて無理だなとかっていう方向になっちゃうので、うん、あくまでマイペースに持ちながら、続けながらチャレンジしていく。楽しくなくなっちゃいますよね。楽しくなくなった時とかも体感してるんで、ありましたか、ありました、だから今言えるっていうのはそういうメッセージ、説得力かまあ僕もどちらかというとね、結構その方法というかそっちから考えちゃうタイプなんでね、うんうん、なんかすごいちょっと気をつけなきゃなと僕も思います。同じく思います、はい、その YouTube を始めたのとか、あとメルマガとかも書いてたんですけども、うん、なんかそういうののきっかけって僕はあれなんですよ、そのバンドで成功する方法っていうなんかいわゆるそのノウハウの情報商材ってあるじゃないですか、ぶっちゃけあれからこういうの始めてるんですけども、なるほど、なんで結構その元々はその方法で考えてたんですが、やっぱりこうねやっていくと単純にそのチャンネル登録もたくさん増えてね、嬉しいコメントとかもたくさんいただけるから、もう方法うんぬんかんぬんじゃなくて、もうみんなに喜んでもらうためにどうしたらいいかなっていう、なんかそういう風にこうね考え始めてて、なんか音楽とかライブ活動とかもお客さんにもっとこう喜んでもらうために、お客さんにもっとこう幸せになってもらうために、なんか俺なんかできることねえかなって、なんかもう方法ではなく、なんかお客さんを目標にやっぱこう動いてることが多かったりとかして、まあ、さっきそのおっしゃってたね、よくわかんない方法とかに惑わされて雲が出てきて、なんか全然枕になってきてしまうみたいなのがすげえわかります、うん、すげえわかります。そう、これあの綺麗音に聞こえそうなんですけど、これは真実なんですよ、マジです。本当にマジで、それマジですでも、まあ、それだけじゃ難しいから、やっぱりいろんな方法論だったり、あの学ぼうっていう順番が正しいですよっていう話なんですよ。それをなんか逆にやっぱそっちばっか先行してしがちなんで、あえてこういうメッセージを伝えたいっていうような今日でした。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。そんな感じで、じゃあ、終わりにしましょうか。はい、ありがとうございます。すげえ楽しい。ありがとうございます。そんな感じで、シンガーソングライター、作家さん、どんな形かいろいろあるかわかんないですけれども、音楽で頑張っていきたいと思っている方、ぜひ、今日の話をですね、心に残していただけると嬉しいなと思います。はい、それでは、今日のゲストは、はい、グッドモーニングアメリカのタナシンでした。ってことで、皆さん、良い音楽ライフをファイヤー、ファイヤー、ファイヤー、ファイヤー